ポロロマーノに復元されたローマ時代の元老院議事堂、クリアユリア元老院は、王政ローマにおける王の助言機関、また、後の共和制ローマにおける統治機関、さらに、後のローマ帝国皇帝の諮問機関を指す語である。また現在では、多くの国が上院の故障に用いる語でもある。サネタスに由来する名称の機関は、必ずしも元老院と訳されるわけではないが、 本校では便宜上、元老院と表記する。1917年のフィンランド上元老院。最初の議長であるペールス・ビンヒューが首相の座に着いた。古代ローマでは初代ロームルス王以来多くの一族を抱える有力者をもって貴族として終身の元老院を構成させ、王の助言機関とした。これが最初の元老院である。ラテン語で、 老いたものを意味するセネックスが語源で、ここから派生したサネタス、年長者という語が、年長者会議という意味で使われるようになった。前5 0 9年、王政が打倒された後の共和制ローマでは、元老院が実質的な統治機関となった。ローマの元老院は、紀元前27年の訂正以降後も存続したが、次第に権限が縮小され、正当な皇帝を承認する機関へ、 そして皇帝の諮問機関へと段階的に性格を変えていった。ローマの元老院は7世紀頃に姿を消したが、ローマの元老院を模して設けられたコンスタンティノポリスの元老院は1453年の東ローマ帝国滅亡まで存続した。西欧が経験した唯一の共和政体が共和制ローマであり、貴族の権威によらない合議制の統治機関として西欧が知る。 唯一の実例が、ローマの元老院だったことから、西欧世界において、サネタスが、各国語に変化した語が、合議制による国家の意思決定機関、または、高い権威を持った、合議制の国家機関を表す普通名詞と化した。その後、中世のポーランド王国、ベネツィア共和国、フィレンツェ共和国、などに、共和政体ないし、貴族共和政体が成立すると、その統治機関にも、 元老院の名称が用いられた。ベネツィアやフィレンツェの機関は、三次会と訳されることが多く、ポーランドの機関は、元老院と訳されるかそのまま、セナトと呼ばれる。また、東ローマ帝国の皇帝権を継承する形で、成立したロマノフ朝のロシア帝国では、ピョートル一世が諮問機関として設置した機関に、元老院の名称を用いている。そして、近世になり、 体系的な国家構造と将来展望を持つ、初の近代的共和国として、アメリカ合衆国が独立すると、その議会に、旧、宗主国イギリスの両院制を取り入れながらも、その、貴族院、庶民院という名称を、改めて、元老院、大議員として、現在に至っている。この結果、現在でも古代ローマを厳選とする西欧文明を、継承する国々、中でも、A、 普通、西、米の旧、創始国や、その旧、植民地に20世紀になってから独立した国の、ほとんどが、上院の正式名称に、元老院を用いるに至っている。なお、日本でも江戸時代まで、組織の幹部の肩書きに、大人、年寄りといった年長者を意味する語を当てること、幕府の政策決定者を、老中や大老と呼んだり、 大相撲の親方のことを年寄りと呼ぶといった例がある。明治維新後の大乗管制では、1875年に設置された立法諮問機関のことを元老院と呼んでいた。それぞれの正式名称を日本語訳と言語とで挙げた。なお、日本の新聞やニュースでは、これら外国の元老院をすべて一律に上院と呼んでいる。日本の外務省も一律に上院とあって表記するが、 正式、統一的なものでなく、国会で議員が、セナートに、元老院とあて発言する事例を見ることができる。米国の場合、合衆国憲法の日本語訳にあたって、元老院を当てることが多い。中日アメリカ大使館の翻訳では、上院を当てるなど統一しない。セナドでエララプーブリーカ。 https://www.senado.gov.mx/.64/. 元老院、世界史辞典評論者、2001年。ISBN45 億6604万9515。長谷川武雄、日脇弘都市、古代ローマを知る辞典東京堂、出版、2004年、81ページ。 ISBN 449106483ありがとうございます。